総合文化研究科広域科学専攻の小田です。教養学部では学際科学科地理空間コースを担当しています。私の専門の地理学は広い意味で言えば、人間の様々な営みが自然環境とどのように関わり合っているかを研究する学問です。人文地理学を専門とする教員やそれを学ぶ学生の研究テーマは幅広く、国内外の様々な地域をフィールドに活動しています。私自身近年は自然災害のリスクに社会がどう向き合うかを主なテーマにしています。自然災害は自然現象であるハザードと土地条件や社会の側の諸条件との作用によって、その発生と被害の代償が規定されます。ですからハザードとなる自然現象を理解するのと同じぐらい、人間の側の条件に着目するということが災害研究では重要となります。人々がどういう条件のもとに暮らしているのか、社会経済的な背景が居住地の選択やそれに伴う災害リスクの代償にどう影響するのか、どの程度人々は危険性を認知しているかなど様々です。こうした地理的見方考え方を市民の一人一人の災害への備えに直接役立てる防災教育につながる研究にも携わっています。GIS 地理情報システムを使ってハザードを理解しリスクを捉えるワークショップなどにも応用しています。私が地理学研究者として災害に関心を寄せるきっかけになったのが東日本大震災です。福島県にある私の実家も被災し、当事者としての経験も災害地理学の研究を深めるモチベーションになっています。ゆかりある被災地の人々が災害から再起し復興し、その教訓経験をどう伝え継ごうとしているかといった災害伝承のあり方にも注目しています。学生実習やフィールドワークを通じて東大生が復興の諸課題や街づくりなどについて多面的に理解できるよう、被災地と直接関わる機会を設け議論を深めていきたいと思っています。